会場の森、会場の森、会所の森とは、愛知県瀬戸市の会場町を中心に、上野山城、宿町、吉野町、高久手城にかけての地にある、約600ヘクタールの里山と、森林、公園である。この項目では、会場の森とその周辺で展開された愛知万博の瀬戸会場の跡地で展開されている施設、愛知会場の森センターと、 瀬戸万博記念公園についても説明する。将来川水系八田川の支流会上川などの上流域の山域であり、200以上もの小さな湿地があることが特徴の森である。大半は県有林であり、愛知万博記念の森として、愛知県が市民の協力を得ながら利している。2005年日本国際博覧会、愛知万博、愛、 地球博の会場候補地として注目を浴び、日本や世界の自然保護運動やその後の国際博覧会のあり方に影響を与えた場所である。大高の映像が確認されたことを契機に反対運動が広がり会場計画が見直され、森のほぼ全体が残されることになった。今後は愛知万博の理念や成果を継承すべく、将来にわたって保全していくこととなっている。 周辺には古墳群もあり、古くから武田信玄の墓があるなどの伝説がある土地である。近代以降は、瀬戸焼の糖土や釜の燃料の採取のために活用された丘陵地、湿地であり、明治期には樹木がほとんどなくなってしまった。その後、その丘陵地に植林などを行い、戦後に森林を回復した。しかし、1988年に、 愛知万博構想が発表され、1990年に万博の候補地となり、万博前に地域高規格道路、名古屋瀬戸道路と、それに並行、接続する幹線道路を建設し、閉幕後に住宅地、学術研究機関を設置する構想も発表された。それに対して、環境問題に関心のある市民は、会場の森自然観察会、 会場の森単調会などの自然との触れ合い活動を活発に開始した。その中で、東海地方にしか植生しない、しでこぶしをはじめとした貴重な動植物の減少や、環境省と愛知県で純絶滅危惧の指定を受けている大鷹などへの影響を心配して、万博は時代に逆行するものとして、大規模な反対運動が行われた。 1996年の万博開催立候補から2000年の開催最終登録に至る数年間は博覧会国際事務局や世界の主要な自然保護団体を巻き込んだ反対運動に発展。ビエも自然を破壊する開発型の万博の開催は認めないとした。2000年5月には自然保護団体を含んで愛知万博検討会議が開かれ、その結果、 主会場を既存の公園である愛知青少年公園、現在の地球博記念公園に変更し、会場の森の会場は小規模な瀬戸会場として自然自体を展示物とすることと自然保護団体や市民団体が主催で実施する市民参加企画をコンセプトとすること変更することになった。その結果、登録博としては参加国有地開始期限。 開催おおむね5年前ギリギリの2000年12月に開催承認を得た。万博開催中は市民参加型企画と自然体感プログラムの中心地として展開。日本の自然保護運動の中心地として認知されるようになった。博覧開閉幕後も自然体感企画や青少年向けの講座などを実施している。瀬戸市の南東部の豊田市との境界付近の八田川の 支流である山口川の源流部に位置する。南側の豊田市の境界両線上には物見山、標高327メートルがあり、その尾根は東海自然歩道がある、さなげ山へと続いている。愛知万博5周辺では、宅地開発や国道248号などの道路整備が行われている。周辺3麓には、ナム山大学、瀬戸キャンパス、名古屋精霊短期大学、 愛知工業大学のキャンパスがある。西側の山間部を東海環状自動車道のさなげ山トンネル、豊田藤岡 IC と瀬戸、赤津 IC との間にある町を4310メートルのトンネルが貫通する。西山6には愛知環状鉄道と国道155号が通っている。北西側は砂礫層の地質で赤松やシダ植物のコシダなどが生育している。 海上の森には120カ所以上の小さな湿地があり、しでこぶしが点在している。南東側は、花崗岩地質で風化した土壌に、粉ら、安倍牧などの落葉紅葉樹林が生育し、杉、ヒノキなど新葉樹林の植林地となっている。2006年、平成18年3月24日に、海上の森の西部の区域が、愛知県自然環境保全地域に指定。 127.85ヘクタールされた。その地域内に特別地区として篠田川、四津沢北東部、宿川、寺山川の3カ所が指定され、その地区内に生態系保護区域が野生動物保護地区10.94ヘクタールとして指定されている。2006年、平成18年4月1日に愛知会場の条例が施行された。秋には、 遊歩道周辺で、ソヨごの赤色のみ、紫式部の紫色のみ、栗や柿のみなどもが見られる。また遊歩道では、イス、キセ奇跡霊、コゲラ、シジュウカラ、ムクドリ、ヤマガラなどの野鳥やギフチョウとムササビなどが見られる。日本カモシカが出没することも、稀にある。月のワグマが出没することも、稀にある。会場の森内には、ヤタワ、 山口川のいくつかの支流が流れる。会場の森では遊歩道が整備され、年間を通して自然観察、バードウォッチング、ハイキング、散歩などに訪れる人があり、里山として親しまれている。愛知県や各種団体により自然体験プログラムが開催されている。2004年に美しい日本の歩きたくなる道推薦会議により、瀬戸、 会場の森と川垣の小道が美しい日本の歩きたくなる道50線の一つに選定された。会場の森には以下の名称の区域がある。万博の閉幕から1年となる2006年9月25日に瀬戸会場跡地の一部と旧瀬戸愛知県館瀬戸市吉野町が愛知会場の森センターとして整備されオープン。施設の愛称はムーンアカデミーといい。 万博寺にパビリオンに住み着いたムササビの名前にちなんだ名称である一般公募で決定。各種自然体験教室を展開。会場の森全体の管理施設と自然体感、学習施設の機能を担うことになった。オープンに前後して万博のプログラムであったインタープリター、自然案内人による会場森の見学ツアーを再開。さらに万博のパビリオン施設であった。 里のビジターセンター、釜の歴史館、平安中期の釜跡を保存した、眉釜広場、休憩所を兼ねた展示施設、森の矢倉、高さ14メートルの展望台がある物見農家の公開を再開した。施設の周りの消火栓にはビオトープがあり、ホタルの育成などを行っている。また、2007年7月10日に、旧万博会場としては初めて、 エキスポエコマネーセンターが同施設内に開設された。2010年、平成22年7月8日には来園者10万人を達成した。名誉センター長は愛知万博広報プロデューサーのマリクリスティーヌが務めている。2004年から2005年にかけて会場の森の中央、瀬戸市会場町に整備された休憩所。愛知会場の森センターのサテライトである。 休憩スペースと展示スペースで構成されており、維持管理は、移築に関わった人を中心に市民が行っている。別途の循環式トイレが併設されている。また、施設の近くに農業体験ができる水田がある。なお、愛称は、上記のムーアカデミーとの同時公募により決定した。休憩所は、会場の森に80数年経っていた、古民家を移設。 整備したもの。愛知県瀬戸市の市民グループ、海上古民家再生プロジェクト実行委員会が中心となり、建築家、三輪の国を一級建築士をはじめとする多くの専門家や市民ボランティアの参加のもとで移築された。元となった民家は、軒が高いなど今ではほとんど残っていない建築様式を採用したものある。元々は、瀬戸市、 赤津町にあったものが1918年、大正7年に、同志会場町に移築されたものであることが、調査で明らかになった。老朽化が激しかったが、一旦解体した後、柱や瓦を補強するなどして、1年8ヶ月かけて、元の場所から約500メートル離れたところで、建て直された、いずれも瀬戸市会場町。愛知万博開幕直前に完成し、移築プロジェクトの内容は、 2005年4月3日、愛知万博の瀬戸愛知県管内の森の劇場で報告された。会場の森の外苑、旧万博瀬戸会場ゲートと旧市民パビリオン跡地の間、同市上野山町ににあるモニュメント、天水皿を中心にした記念公園。2009年3月20日にオープンした。瀬戸市が愛知県に代わり、同県から用地を買い取って整備。面積は、 1> 約1.3ヘクタール。瀬戸市での万博開催を記念し、市民の憩いの場として整備された。天水皿を中心に、回廊展望デッキを設けるなど、地形や自然を活かした四季の彩り豊かな施設となっている。2007年、平成19年度からの10年計画で、会場の森をベースに、愛知会場の森大学が開校された。7コースがあり、 年度ごとに3コースが開講されている。ウェブで講義内容が公開されている。2013年1月、名古屋市の建設業者が、篠田川上流の会場の森北東端に接する、季節の資材を置き場に箇所と傾斜地の森林計5ヘクタール、5万平方メートル強の民有地を開発し、太陽光発電施設を作る計画を、瀬戸市に提出。 瀬戸市は、同年7月、海上の森周辺の森林の伐採は、愛知万博の理念や愛知県の愛知海上の森条例の趣旨にそぐわず、開発予定地近くの沢の水が、篠田川に流れ込んでいるため篠田川下流の湿地や、愛知県自然環境保全地域にも影響するとの、理由から、瀬戸市土地利用調整条例に基づき中止を、勧告した。しかし業者はそのまま開発を行い、 2016年までに大型重機を10台以上入れ、ヒノキヤスの林を幅約100メートル、奥行き約200メートル以上にわたり伐採し、砂利で整地、斜面に大量の太陽光パネルを設置。高さ約2メートルの有刺鉄製やフェンスで囲んだ、出力1174キロワットのメガソーラー施設という、瀬戸市民が開発されていることに気づきしに、通報。 2016年2月、瀬戸市もこれを確認し、立ち入り調査実施の方針を示した。一帯は市外化調整区域に指定されており、瀬戸市と地利用調整条例により1000平方メートル以上の開発には、市と事前協議が必要と定められている。業者によると、今後の太陽光発電施設の増設は行わず、周辺環境への配慮として、 フェンスの周囲への食事を予定しているという。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。